こんにちは。ナビゲーターの東條朝香です。今、世界で F-35B ステルス戦闘機艦載可能空母が続々と海洋へと任務のため出航しています。ついこの間、英国のクイーン・エリザベス空母も F-35B 戦闘機を艦載して出航しています。米国でも同じで、強襲揚陸艦を F-35B 戦闘機艦載艦として今計画を急ピッチで改修工事を進めています。そういえば、強襲揚陸艦の火災がありましたが、それでも計画は進んでいます。思い出した中国の強襲揚陸艦でも火災が起きていたな。今現在、護衛艦出雲改修工事が行われています。艦首部分が四角に改修されています。四角でも見慣れるといいのかもしれません。スキージャンプ台がついていないので少し安心です。本当はあった方が楽に離陸できるのでしょうが、そんな出雲の改修工事ですが、その予算編成を見ていたら、なんと別の加賀の改修工事予定も見えてきました。では詳しく話していきますね。2020年9月末日、来年度の防衛予算の概算要求が公表され、およそ 5.5 兆円となった同予算の中には、出雲、片護衛艦2番艦、加賀の航空母艦化のための改修費用231億円が明示された。1番艦である出雲も、都合2回に分けて、改修工事が行われるが、加賀も2021年度の5年ごとの定期検査のタイミングで1回目の改修を行い、さらに5年後に艦内の区画を中心とした改修が実施される。当初の計画では、加賀は2021年度の改修工事で全ての作業を終えるものと見られていたが、艦内区画の手直しについてはアメリカ軍の運用状況などを参考に時間をかけて最終決定する方向となった。しかし、改修タイミング以外にも、出雲と加賀には、もう一つ大きな相違があり、前述のように、今回の加賀の改修費が、231億円であるのに対し、出雲の1回目は31億円と少額だった。この違いは、出雲の1回目の改修が飛行甲板の耐熱工事程度だったことに加え、加賀では、艦首の形状変更を伴う大規模な作業が含まれるためで、出雲の2回目でも必要になるとみられる。改修前の出雲、加賀を上空から見た場合、艦首の形状は先が細くなった台形状であるが、これを四角形型に整え、飛行甲板自体の面積を拡大するという大規模な工事が施されることになる。こうした艦首の四角形の形状は、アメリカの強襲揚陸艦でも採用されている形式であり、艦載機となる F-35B ライトニング2戦闘機の
離陸に要する距離を甲板上に確保する目的で、その運用を睨んだものだ。ただし、当初の輸送通り、イギリス海軍の航空母艦、クイーン・エリザベスやプリンス・オブ・ウェールズなどのようなスキージャンプ式の発艦設備は追加されず、この点もアメリカの強襲揚陸艦と同様である。これは、現状の出雲、加賀と同様に対潜哨戒任務に従事する。ヘリコプターの運用も犠牲にせず両立を図るものとみられ、日本政府の説明通り F-35B ライトニング2戦闘機の常時艦載はしない方向だろう。今回の加賀の回収費用が231億円であることは前述の通りだが、新造時の建造費用は約1170億円であり、これからすれば約 20% 弱の追加費用が発生することになったといえる。加賀は出雲と同じく満載排水量2万6000トン、全長248メートル、全幅38メートルの艦用であり、海上自衛隊の現有艦艇では最大の大きさを誇る水上戦闘艦である。加賀が艦載機となる F-35B ライトニング2戦闘機を最大何機まで搭載できるかは、今回は持ち越しとなった艦内区画の変更が行われた後でなければ、正確な数は断定できないが、10機未満と考えられる。これは、アメリカのアメリカ級強襲揚陸艦が、満載排水量4万5570トン。全長 257.3 メートル、全幅 32.3 メートルの規模で、最大約20機程度の F-35B ライトニング2戦闘機の搭載数と、見込まれる点からも妥当な線だろう。航空母艦の打撃力、攻撃力とはもちろん搭載する艦載機の数、そして、その兵装の量に比例して増加するため、加賀や出雲が航空母艦化改修を無事終了しても航空母艦として小規模あることは否めない。また、前述のイギリスのクイーン・エリザベスなどのようなスキージャンプ方式で運用される F-35B ライトニング2戦闘機であれば、機体により重量のある兵装を実装することも可能だが、これもない。そのため F-35B ライトニング2戦闘機の兵装の量よりもヘリコプター運用を含む航空母艦としての汎用性を重視している。加賀や出雲は一口に他国の航空母艦と同一視はできないだろう。このような航空母艦とはいえ、土攻撃力や打撃力に制限が生じてしまう。加賀や出雲だが、興味深いのは日本側ではなく仮想敵国たる中国側から見たそのプロパガンダだとも言える指摘だ。2020年9月、中国のメディア、八卦号は日本の加賀、出雲の航空母艦化を警戒すべきだという論調で報じ、これらが建造時点から軽空母に相当する規模の艦艇だと指摘している。続けて、加賀、出雲は最大速力が30ノットを超える高速を誇ることを危険視し、そもそも、
全長248メートルに比して、満載排水量が2万6000トンである、ことはカモフラージュ目的ではないかと疑っている。こうした自国のことを棚に上げて、奇妙な論理を展開する中国メディアの態度はいつものことではあるが、排水量の捏造論まで唱えてくるというのは、その着眼点に改めて驚かされる。南シナ海や尖閣諸島方面への直接の圧力を高めている中国の現実だけでなく、こうした荒唐無稽な指摘まで行う相手であることを踏まえ、議論が通用すると思わない方が賢明だろう。